ラージャガハという名で呼ばれている。南伝仏典によれば、かつてマンダーアータ、マハーゴービンダなどの大王に支配されたので名付くという。なお、大地ドロン3では、名称の由来について3つの説を挙げている。昔、マガダ国王のコニーを両面4匹あり、王がこれを不吉情となして、その首身を裂いて荒野に捨てた。ナシラという羅折女が、その身を合わせて、乳幼し、 成人して、後に、諸国の王一万千人を捕らえて、これらの王を豪山に置いたことに由来。マガダ国王がその城の失火によりなどに及んで、城を移して豪山の中に、このラージャガ派を築いたことに由来。バーヤブ千人の子であるヒロシシャ王が、空中より声が聞こえて、鹿を追って、この豪山の中に入り、ここに王城を築いたことに由来。仏教が布教された町として有名で、 多くの仏典に登場する。南方の仏典では、フッツが出世した時と、天輪聖王が出世した時のみ浄化となり、その他はすべて空虚となり、夜舎に支配されて、その住居になったと伝える。現在、ビハール州の主婦であるパトナから約96キロメートルに位置する場所にあり、ラジギールと呼ばれる。仏教が布教された町として有名で、多くの仏典に登場する。 ギッチャクータ、ベーバーラ、イシギリ、ベープッタ、パンダバという五つの山に囲まれている。釈迦の在世当時は、マガダ国際大の都として栄えた。釈迦が最も長く滞在した地で知られ、北景業を説く舞台である、霊衆山や竹林少女、釈迦滅後に、仏天の結集を行った七洋窟などがある。当初の都はギリブラジャであったが、宮殿が炎上したため、 ビンビサーラ王が現在の位置にラージャグリハに遷ンした。現状は大東西域で疾患により一時管理にいたがバイシャーリー氏が来襲すると危機築上したと伝えている。移説では移転させたのはビンビサーラの息子であるアジャータシャトル王とも言われる。旧統、旧城、新統、新城と呼び区別する。北拳はこの地を訪れたことを北拳伝で報告し、 サーリプットの出身である、ナーラダ村から西エイチ友人のところに、新しいラージャガ派があり、ビンビサーラ王の古城とは別に、アジャータシャトル王が新城を築城したと伝えている。釈迦がこの都市で、マガダ国王ビンビサーラと皇帝、シャーリプトラ、マウドガリアーヤナの有力な経営者を得たことが、教団発展の助力となった。大乗仏教においても、藩や経典はじめ、ホッ行、 無料受刑など多くがこの都市近郊にあった、霊衆山や竹林少女を説法の舞台としている。同様に説法の舞台となることの多い義論少女の、あった、茶営城と並んで、仏教にとっては重要な八大聖地。外林山の中に、七洋窟と言われる洞窟があり、ここで、釈迦入滅後に、弟子たちが集まり、伝えられた教えを確認し合う、第一回結集が行われたと伝える。 物点編纂の原点ともなった地、ありがとうございます。